さあ先頭スタートの小島選手は今 A メインボーダー5番手につけている選手、6番手鹿島、7番手渡井、8番手藤本選手という並びです。小島選手はこの予選4回目、後ろから来るマシンを抑えてしまえば A メイン決めます。はい、小島、藤本 OK でした。本日最速藤本 20.236 秒。はい、鹿島さん OK、 あと渡井さんを待ってます。渡井さん準備してるかな。あ、やってますね。はいはいはい、 OK です。はい、タミチャリ GT の方、最終ヒットマーシャルです。マーシャルです。さあ注目はね、2番手スタートの鹿島ですよね。これ小島と全く同じ16周0秒のベスト持ってますからね。この2人のいる対決、そこに残りの2人も絡んでいけるか。全車ポンダ OK です。全車ポンダ OK です。練習はいいですか。走るなら今だけどいいですか。出走順、小島、鹿島、渡井、藤本の順でいきます。小島、鹿島、渡井、藤本の順でスタートしてください。はい、渡井さ ん、どうした、マシンがおかしい。大丈夫か。ボディの高さも変えてれるのかな。そう、ちょっと、はい、待ちます。初出場の渡井選手、レッソを持って天地を手厚くますそれに引っかかってグリッと回す。はい、お待たせしました、小島、鹿島、渡井、そして藤本の順でスタートします。はい、それではスタートします。予選これが最後です。3分間、小島選手、鹿島選手、渡井選手、藤本選手。さあ先頭スタートの小島、これ A メイン入りをかけた戦いです。まず11秒3をかけて入ってきました。抜けない。さあ小島1周目魂の走りだった。1周目トップです。2番手鹿島、3番手藤本、4番手が渡井選手。さあ白がレースリーダーです。いや鹿島が来てるな。鹿島も来てますね。トップ争い激しいです、この2台。さあ見てみましょう。鹿島が最速タイム出してますね。トップです。2番手小島100分の6秒、3番手渡井、いや失礼、3番手が藤本、4番手が渡井選手という表示。50秒経過。さあ鹿島がレースリーダー変わらず、2番手小島0秒1です。さあ鹿島がトップだが、要は予選
2回目の小島のタイムをまだ破ってこれないという表示です。16周0秒がターゲットタイムです。鹿島選手、小島がベスト11秒22。鹿島、小島、藤本、そして渡井と続いています。渡井11秒47ベスト4番手ゴールド追ってます。0秒3。2番手小島がベスト11秒132をマーク。これがこのヒートの最速タイム。2番手小島が出しています。100分の7秒突破争い。小島がトップでゴールすれば鹿島の A 面入りを阻止できます。さあレース、中盤ですね。小島はトップに変わっています。鹿島は再び追う立場。0秒1。ホワイト、パープルが2番手です。その前を走るのはトップ小島選手。鹿島がベスト10秒990。このヒートの最速タイム。再びトップに勝ちました鹿島選手。残り1分です。残り1分。さあここで鹿島2連続10秒973。そして小島と同じ0秒予想に上げてきているトップ鹿島選手。12周目を走っています鹿島選手。残り4周でまだ届かないという表示。ただ本当に僅差の戦い。小島選手はなんとか2番手ですね。1秒差。3番手が藤本、4番手が渡井選手という表示。藤本選手は自己ベストマークが点灯しています。渡井ベスト11秒26ゴールド追ってるよ。小島が10秒836。このヒートの最速タイム。2番手0秒9。さあ白対その後ろを走るホワイト、パープル、このトップ2、後ろの小島がトップです。0秒5。小島がレース後半トップ争い近い。藤本さん後ろから2が来ます。さあ鹿島がまだ0秒対決ですね。ただ前に出る可能性があります。すでにファイナル入ってると思われる。小島ゴール。鹿島ゴール。あと藤本と、渡井さん。渡井ゴール。前者ゴール。藤本最後ぶっ込みましたね。はい、なんと最終周鹿島5番手浮上です。なんと100分の2秒。小島の100分の2秒前に出ました。3分走って100分の2秒。だから鹿島これで A 面入りを決めました。このヒート2番手が小島、100分の1秒。3番藤本、4番が渡井選手でした。小島も頑張った。100分の1秒でした。とはい、それではすで、にこれ A 面決めちゃった4人です。佐藤、内藤、渡辺、諸橋、これに鹿島選手を加えた5名、 A メイン確定しています。それではコースオープンです。今走った人はマーシャルお願いします。はい、内藤、諸橋、佐藤、 OK。 全車取れました。さあこの4名は、トップ4ですね。17周全員待ったことがある選手。2秒、6秒、7秒、10秒の選手です。はい、それでは並べます。佐藤、内藤、渡辺、諸橋の順でスタートします。佐藤、内藤、渡辺、諸橋の順です。マーシャル OK かな、こっち側。はい、藤本さんありがとう。それでは真ん中ね。じゃあ、渡井さん真ん中行ってくれる？あ、じゃあ渡井さんこっち行ってくれる？こっち。はい。で、瀬戸さん何かあったらこの辺マーシャルお願いします。はい、それではスタートします。スタートしますよ。3分間です。佐藤選手、内藤選手、渡辺選手、諸橋選手。さあ泣いても笑ってもこれが最後です。先頭佐藤がちょっとミスった。10秒69。内藤がそれを上回ってくる。さあ佐藤、車がおかしいのか。内藤、佐藤、渡辺、諸橋です。コース上でも前に出てますね。内藤選手がこのヒートトップに立っています。2番手見てみましょう。2番手が誰なのかな。2番手が渡辺明ですね。3番手が諸橋。最後尾に落ちた TQ スタートの佐藤選手。40秒になるところです。さあここで渡辺がベスト10秒90、諸橋10秒94。
渡辺2番手、トップ内藤まで0秒5、諸橋が渡辺まで100分の何秒、3番手です。佐藤は最後尾、諸橋追ってる形、1.9秒。さあ渡辺、諸橋100分の1秒です。100分の1秒、内藤トップ変わらず。さあここでベスト、渡辺明ヒートの最速10秒768をマークしてトップに立ちました。グリーンがトップです。渡辺は総合順位、内藤と今総合2番手争い中、同じ6秒走。1分20秒になるところです。レースリーダーグリーン、渡辺明に変わっている。佐藤裕二が10秒669をマーク。渡辺明が10秒70をマーク。渡辺、内藤、諸橋、これが1秒の中に入っています。4番手が佐藤、 1.3 秒。折り返しです。折り返し、緑渡辺明がトップ、2番がレッドの内藤、3番が白赤の諸橋です。諸橋10秒93マーク。さあ諸橋、10秒93マーク。3番手内藤追ってます、0秒2。依然としてトップ3、渡辺、内藤、諸橋は1秒の中に入っています。残り時間が1分、残り1分。渡辺明、2回目の内藤のタイム破ってきて総合2番手ペースです。レースリーダー渡辺選手、グリーンのカラーリング、2番手が赤一色、内藤ちょっとふらついている。2番手がふらついた、その後ろからトップが来ます。はい、すいません。さあ内藤これで諸橋にかわされて 3番手に落ちてると思う。諸橋これで2番手浮上、諸橋も自己ベストペースです。2回目の今度内藤のタイムに行く、諸橋は3番手かかってる。レース後半残り30秒。一方トップ渡辺明はいますね、ここですね、緑まもなくストレート入ってきます。後ろから佐藤につつかれてますね。14周目から15周目入ったんで残り2周です。佐藤ここで10秒66ベスト。さあ自己ベストマークが点灯しているのは渡辺、そして諸橋選手です。残り10秒切っています。渡辺もう1周あるよ、もう1周あるよ。はい佐藤君ありがとう、もうしょうがないね。諸橋がベスト、10秒92をマーク。大時計ここで3分です。佐藤はゴール、渡辺ファイナルラップに入っています。内藤の前か後ろか、同じ6秒予想ファイナルラップ。渡辺ゴール、全車ゴール。このヒート渡辺トップゴールだが内藤に0秒1及ばず。3番手ヒートの2番手諸橋、3番手が佐藤、4番手が内藤選手でした。自己ベストを出したのは渡辺選手と諸橋選手のこの2台。はい、この後決勝の組み合わせが発表になります。A メイン確定は佐藤、内藤、渡辺、諸橋、鹿島選手です。はい、それでは続けてタミチャレ M のヒート B ですね、予選4回目、熊谷選手がいるヒートコースオープンしました。先頭スタートの熊谷選手は今6番手ですね。ゴール地点で1秒ですね、1秒上げられれば5番手入ってきます。 A メインボード入ってきます。トップスタートの熊谷選手、2番手スタートが渡井選手、3番手が藤本、4番島村、最後尾から田村が行きます。はい、島村、田村、熊谷は取れてます。はい、渡井さん OK、 あと藤本さん、さあ藤本選手は、ね、予選3回目でしたよね。3番手ぐらいのペース持ってましたからね、最後ねボディ巻き込んじゃって、その対策もしているという話です。藤本選手はこのヒート3番からスタートします。はい、ポンダ全車取れました。練習しててもいいけどいいのかな。
はい、先頭スタート熊谷さん、2番から和田井選手、3番藤本選手、4番島村選手、最後尾から、田村選手が行きます。もう一回言おう、熊谷、和田井、藤本、島村、田村の順でスタートしてください。マーシャルオッケーかな、瀬戸さん、そこもし何かあったらお願いします。それではスタートします。3分間、熊谷選手、和田井選手、藤本選手、島村選手、田村選手。さあ先頭スタートの熊谷は A メインを、めがけていきます。ペースを持っているのは3番手のゴールド藤本でした。さあ1周目トップは熊谷ですね。2番がゴールド藤本、3番がメカドック島村、4番和田井、最後尾に田村という流れ。さあオレンジ一色、熊谷がレースリーダーかな。藤本はどうだ、まだ2番手ですね。0秒1でトップを追っている。和田井さん、後ろから来るの2番手です。あなた現在4番手ね。40秒経過、オレンジ熊谷が快調に飛ばしています。自己ベストペースです。藤本も自己ベストペースです。和田井12秒3、島村12秒3、ベスト。さあ島村選手現在3番手、ゴールド藤本追ってます0秒3、和田井4番手0秒1、5番手が田村 1.4 秒という表示。1分経過。さあオレンジとゴールドのワンツー争いですね。熊谷選手は6周目入ってきました。和田井がここでベスト12秒4、3番手かな、3番手上がってきた。島村勝ちましたね。今度和田井はゴールドいます、0秒1、島村4番手、0秒3、5番手、田村が2秒3です。1分20秒経過。さあ藤本ちょっとトップ争い離されてますね。熊谷選手が 1.7 秒ですね、差をつけています、トップ争い。さあそして熊谷、高瀬の前に出てくるペースです。ただ同じ3秒9という表示、ゴール時点で100分の1だけ前に出る予想です。1分40秒経過。藤本も自己ベストペース、前者ですね、前者自己ベストペース、さすが予選4回目みんなペース上げてきます。和田井がベスト12秒03、3番手0秒9、4番手島村0秒7、田村が4秒2です。藤本1秒差突破なさい。さあ島村がこけていたぞ、4番手のマシン、これ田村が間を詰める形、4番手争い。さあオレンジがトップ変わらずです。2番手がゴールド、3番手が、ピンク一色、4番手がメガドック、5番がグレーです。2分20秒経過。渡井さん後ろから2番来るよ、渡井さんに後ろから2番ね。田村さんも来るよ、はいはい、ありがとう。残り30秒。さあ熊谷が5番手どころか4番手も手に入れそうです、そんなペースです。熊谷選手これか、オレンジ今計測ラインに向かってくるマシン、13から14周目になりました。もう一周あります、4番手か5番手か。ただ熊谷ちょっとペースが落ちてるか心配なとこ、もう一周あるからね。さあ渡井がこけてる、渡井後ろから、来ますよ。大時計はここで3分です。熊谷どうなんだ、ここでベスト田村12秒55、渡井ゴール、熊谷ゴール、藤本ゴール、あと島村、田村ゴール。熊谷最後ミスってたのか、そうだったのか。12秒後半が連続してますね。これでトップゴール、なんと藤本選手でした。藤本自己ベストだから6番手でした。2番が熊谷選手、3番島村、4番渡井、5番が田村選手という予選結果でした。はい、それではこれ A メイン決めた5名ですね。そうですね、この5名で A メインやります。予選4回目コースオープン、渡辺選手がいるヒート。あと渡辺明、あれ、あ、またそこ変えたのか、また変えたのね、渡辺明。はい、前者取れました、前者 OK です。渡辺明がまた元のマシンに戻したのかな、これ。 15.70。 はい、全部取れてます、全部取れてます。よいしょ、
はい、並べます。渡辺明が先頭スタート、2番から平間、3番須藤、4番渡辺、最後尾から高瀬が行きます。もう一回言います。渡辺、平間、須藤、渡辺、高瀬の選手、高瀬の順です。さあトップ争い、渡辺、平間はともに16周11秒ですからね。この2台による追及争い、もつれ込みました。最終ヒートです。 M クラス、それではスタートします。3分間渡辺選手、平間選手、須藤選手、渡辺誠二選手、高瀬選手。平間がこけてたな、クルリンパしてました。渡辺ちょっとこれ安心できる展開かもしれない。まず1周目、渡辺が12秒フラットで帰ってきます。平間が12秒7。さあ須藤だな、須藤が速い、須藤がトップかな。1周目須藤選手、ブルーが取りました。2番手アキラ、3番手が誠治、4番高瀬、最後尾平間です。30秒になるところ、さあ平間が最速タイムをマークして後ろから追い上げてきます。11秒台1人出している。平間11秒96、高瀬が12秒34です。渡辺11秒96、その上回ってきた平間11秒81です。40秒経過、渡辺明トップ、2番須藤、3番手まで上がってきた、平間選手、4番誠治、5番が高瀬選手です。まもなく1分を指すところ、平間が最速タイム11秒80をマークして2番手まで来ました。渡辺明を追っています。前の緑、あれがトップです。平間がすごい勢いでやってくる、0秒27。3番手が須藤選手0秒5、4番手誠治0秒4、最後尾高瀬くんがいます。高瀬くん 1.4 秒、高瀬11秒92をマーク、高瀬最後尾も11秒台ですね。トップ2台と最後尾が11秒台、この時間帯出しています。須藤が12秒00、3番手平間追っている0秒6。さあ平間が来ます、0秒1、トップ争い。さあ自己ベストペース、この時間帯さ渡辺誠治選手ですね、渡辺誠二が自己ベストと表示されています。1分30秒経過、折り返しです。さあペースはあります。平間11秒79、突破争い0秒17、渡辺明が11秒76のヒートの最速耐えてます。渡辺明が耐えている。10周目に入っていく2台、さあしかし無情にもここで渡辺明トップか、いや違う、平間がトップに変わっています。高瀬君後ろからねトップ来るからね。平間がレース中盤から後半ですねトップに変わっています。いやまだアキラだ、アキラがまた帰ってきた、100分の1秒差。平間、須藤が 1.7 で3番手、渡辺誠二0秒8、最後尾高瀬です。残り45秒、渡辺平間この2人が自己ベストペース、平間も再びトップ、しかも渡辺アキラの前に出る可能性があります。総合順位残り間もなく30秒です。高瀬君後ろからトップね、平間が来てる、11秒629、このヒートの最速タイム。渡辺明2番手100分の6、3番手が須藤3秒、4番手誠治が0秒3です。残り20秒、さあこの週また明が取り返す、これ TQ 争いですよ。このまま2人が自己ベストペース、 TQ 争い、残り10秒、平間100分の5秒差、もう一周あるよ、あの2台もう一周あるよ、100分の5秒差。高瀬が最後尾こけてました。さあ渡辺明と平間がファイナルラップに入っていきます。最終週、渡辺明がトップ、平間0秒2、3番手が須藤、4番手誠治、最後尾高瀬です。須藤、渡辺ゴール、明が渡辺ゴール、明ゴール、平間ゴール、平間ゴール、ぶっこんできたがならず、はい、全車ゴール、渡辺明自己ベストで TQ 確定しました。2番同じく自己ベスト平間選手0秒3の差、3番手須藤選手、4番誠治選手、5番が高瀬君、ここまでが A メインを決めた選手でした。この後決勝の組み合わせが発表になります。はい、それでは神チャレの GT ヒート C 構造オープンしておきます。1分ぐらい前倒しできてます。間に合わなくても全然大丈夫です。1分ぐらい前倒しできてます。
はい、それではコースオープン、田村選手がいるヒートです。5番手までが、メイン確定します。平間選手は現在5番手につけています。17周の5秒です。あれ、佐藤君、山友さんからちょっと指令が来ました。これちょっと読んで、あの後でやって。はい、渡辺誠司 OK。渡辺父じゃないから4台での走行になります。それではマーシャルさん OK ですね。出走順言います。田村、渡辺、渡井、浜田の順でいきます。もう一回言おう。田村、渡辺、渡井、浜田の順です。それでは総合、これ10、11、12、13の選手によるヒート C スタートします。田村選手、渡辺選手、渡井選手、浜田選手。さあ4台がスタートしていきました。1台渡井選手がミスっている。3番手スタートのマシン。さあトップ田村が12秒30返ってくる。それを上回ってきたのは丸ボロカラーの田村、失礼、渡辺誠司です。いや浜田がさらに速かった。浜田、渡辺、田村、渡井のオーダー。茶色がトップです。2番手が丸ボロです。3番手がグレー。4番手がミスってしまった渡井選手。30秒経過。さあ浜田、渡辺も来てますね。再び渡辺トップ。2番手がうお、田村も来てるな。田村が最速タイム11秒48をマーク。さあワンツースリーが僅差ですね。見てみましょう。渡辺誠司がトップ、2番が田村0秒6、3番浜田0秒9、4番手が渡井5秒です。渡辺誠司11秒381、最速タイム丸ボロトップです。2番手がグレー浜田、田村。3番手が茶色の浜田。1分経過です。田村11秒30、このヒートの最速タイム。2番手が出してきた、丸ボロっています。0秒6ぐらい。さあ渡辺誠司はバックマーカーパスして前が開けてきます。田村ここで差を詰められるかがポイント。0秒7です。前の週2番手田村選手、最速タイムは田村が持っている。田村ここで最速タイム11秒206をマーク。0秒6です。今の週渡辺も同じく11秒2が出てます。グレーが2番手、その後ろから来る丸ボロがトップという表示です。渡辺は再びベスト11秒159、最速タイム渡辺。さあさすがに田村もこれにはついていけないか。0秒8差が広がっているトップ争い。3番手が浜田選手、4番手が渡井選手。渡井は茶色を追っています。7秒4。渡辺、そして浜田選手、この2台が現在自己ベストペースという表示です。田村ベスト11秒80、2番手0秒9、0秒9。浜田さん早めに言っときます。後ろから2、1が来てます。3番手です。あなた浜田、ここでベスト11秒55が出ている。浜田選手も自己ベストペースですからね、大切に来たい。来たらね、綺麗に譲ってあげてください。40秒2分、残り40秒です。浜田ベスト11秒4、田村が11秒05、田村が再び最速タイムをマーク。浜田さんありがとう。さあもう一回行くのか、田村行けるのか。その差が0秒1です。トップ争い
田村が来る0秒1、ともに16周2秒で帰ってくる予想。田村も自己ベストペース、マークが点灯しました。さあまだですね、0秒1から0秒4ぐらいの戦い、残り10秒、15周目からファイナルラップに間もなく入ります。ファイナルに入っていく渡辺誠二がトップの表示、ファイナルです。ここで3分、まずは田村が帰ってきた。田村ゴール、渡辺ゴール、最後は対戦和田ゴール、はい、あと浜田さんか、浜田さん、さあ渡井選手以外は自己ベストで帰ってきました。渡辺選手が、16周2秒で総合10番手でゴールです。このヒート2番手田村も自己ベスト総合11、渡井選手は2回目のタイムで12、浜田選手は自己ベストならずで13位という結果でした。はい、それではヒート B、 平間選手がいるヒート放送分です。平間選手は A メインボーダーに立っている5番手の選手です。2番手スタートが西山千智、3番須藤、4番高瀬、5番諸橋という並びでいきます。はい、平間 OK、西山 OK、 須藤 OK、 諸橋 OK、 はい、全車取れました、全車取れました。それでは並べていきましょう。先頭スタート平間選手、2番から西山、3番須藤、4番高瀬、最後尾から諸橋でいきます。マーシャル真ん中が誰かいてくれると嬉しいな。マーシャル誰かいい、高賀くんいける、あ、どうしよう、うん、ありがとう島村さん、はい、ありがとうございます。それではスタートします。3分間です。 A メインをまさにかけた戦い、5台です。それではいきます。平間選手、西山選手、須藤選手、高瀬選手、諸橋選手。先頭スタート平間が10秒9で帰ってきました。西山は敗れず、須藤も来ない。さあ1周目はそのままの順の5台でした。平間選手がレースリーダーです。さあ2周目、西山がぶっこんできたな。トップに立ちます。須藤、平間が3番手、4番諸橋、5番が高瀬です。さあ西山父、ピンクがトップ、2番が諸橋に変わってます。ブルー、3番が、いやちょっと待てよ、5周目に入ってきます。50秒経過したところ、西山父トップは変わらずですね、2番手に高瀬、3番手は平間、4番手須藤、5番手が諸橋選手という表示です。1分経過、西山父がレースリーダーです。2番手帰ってきた平間選手が0秒4かな、3番手が高瀬以下、須藤、諸橋と続いているように見えます。平間選手がベスト10秒636、今の636で平間再びトップに帰ってきました。平間選手はトップ、2番西山0秒1、3番が誰だ、3番が高瀬ですね、1秒、4番須藤0秒1、最後尾諸橋0秒4です。さあここでベストは西山父、2番手のマシン10秒70をマーク、トップ争い0秒1。1分40秒経過、3番手が高瀬くん、おお西山来てますね、再び西山トップという表示です。1分50秒経過、残り70秒あります。諸橋ベスト11秒0、諸橋後ろから2位来るからね。さあ西山がトップですよ、トップ西山がレース後半残り1分、まだ平間の2回目のタイムは届かないという予想だが、ペースは上り調子のように見えます。2番手平間が0秒4後ろ、3番手が須藤2秒、4番手が高瀬0秒4、最後尾諸橋が0秒2という表示。平間以外は自己ベストペースです。残り40秒、
さあピンクがトップですからね、来たら譲ったかでさえ13周目から14周目乗っけてきます。西山ここでベスト10秒65。さあ平間と同じ5秒予想に勝ってますよ。残り30秒、 A 面入りをかけた戦い、親子で A 面になるか。西山父どこだ、これですね、15周目走ってます。もう1周あるよ、まあ、もう2周あるよ。平間はミスってますね、3番手押してます。須藤が2番手です。3番平間、諸橋、高瀬と続く。さあ5分予想だがどうだ、最後ぶっ込みない、もう1周あるからね。16周目西山ファイナルラップに入ってきます。平間と A メインかけた5秒対決、最終周前に出るという予想。コールがあるまで走ってください。須藤ゴール、あ、しない、須藤ベストです。高瀬ゴール、高瀬ゴール、西山ゴール、西山ゴール、西山残念ぶっ込めず、100分の5秒、100分の5秒足りず。モラスさんまだ、モラスまだ、モラス、モラスまだゴールしません。いやー最後西山来ると思ったんだけどね。いやー平間が2回目のタイムで5番手を守った形でした。このヒートトップ西山、2番平間、3番須藤、4番モラス、5番が高瀬選手でした。西山さん後で反省会ね。はい、それでは、長かった予選もね、4回目最終ヒートがやってきました。荻原、瀬戸、篠沢、甲賀選手による A メインです。 A メインというのはヒート A です。これに平間選手を加えた5名で決勝をやっていきます。 A メイン、ここの4人はすごいです。18周この4人だけ回ってて、前から5秒、5秒、6秒、6秒の選手。はい、あと篠沢選手。はい、前者取れました。先ほど知った方はマーシャルです。マーシャルです。先頭スタートは荻原選手、2番から瀬戸選手、3番篠沢、最後尾から甲賀が行きます。はい、それではスタートします。最終ヒート3分間です。荻原選手、瀬戸選手、篠沢選手、甲賀選手。まず先頭スタート荻原が10秒2で帰ってくる。破れない、破れない。1周目は荻原が取りました。篠沢が2番手、3番瀬戸、4番甲賀。さあ瀬戸が10秒25の最速タイムをマーク、それをすぐに上回ってきた。篠沢10秒253、篠沢トップです。荻原、瀬戸、甲賀のオーダー。さあ荻原再びトップに帰ってくる。1000分の3秒、篠沢2番手、瀬戸、甲賀と続いています。45秒経過したところ、最速タイムは荻原が出しています。10秒17ですね。ただ篠沢がまとめてますね、ラップトップじゃないかな。もう一回見てみます。レースは6周目、荻原選手を踏んでいます。篠沢選手がトップに勝っています。2番手荻原100分の9、3番手瀬戸0秒2、4番手甲賀0秒2です。さあこの周はまた荻原選手がトップという表示、篠沢、瀬戸、甲賀と続いています。1分15秒経過、瀬戸ベスト10秒21です。3番手0秒1でシューマ選手を追っている。篠沢がまた来ます。100分の9秒、荻原に迫ってくる。100分の9、まだですね。逆に瀬戸が篠沢に迫っています。100分の4、甲が4番手、瀬戸追っている0秒5。ここでベストは篠沢選手10秒193をマーク。荻原トップ回ってます。シューマが0秒0いくつ、瀬戸が0秒1です。さあここで瀬戸が最速タイムから10秒145をマーク。100分の 1秒、荻原対瀬戸トップ争い。3番手に落ちていった篠沢選手、甲賀が4番手0秒8です。さあ篠沢選手は再び2番手ですね。篠沢はね、今総合2番手、瀬戸の3回目と戦っています。18周5秒で共に帰ってくる予想。甲賀が最速タイム10秒128をマーク。4番手瀬戸を追っている形、0秒3。残り40秒、荻原選手がレースリーダーです。荻原に自己ベストマーク、篠沢にも自己ベストマークが点灯しています。
残り30秒、篠沢ベスト10秒18、2番手、瀬戸が3番手、0秒6、その瀬戸に迫ってきた4番手の甲賀が0秒1ぐらいです。さあ、ここで甲賀かな、篠沢かな、10秒13、いや、荻原かな、10秒09が出てますね。これが最速タイム、荻原自己ベストペース、瀬戸以外自己ベストペース、大時計残り10秒切っています。トップ、荻原どこだ、これですね、17周目に入ってきました。もう一周あります。前者やっぱり18周回ってくる。さあ、甲賀ももう一周あるからね、もう一周あるからね。荻原がまず帰ってくる。荻原ゴールです。18周4秒。瀬戸ゴール。瀬戸ゴール。篠沢ゴール。篠沢ゴール。お最後、甲賀が10秒077を持ってきた。このヒート、荻原選手がトップ。2番、篠沢。3番、甲賀。4番が瀬戸選手でした。ただ、トップ4は、篠沢が2番と上がってきましたね。瀬戸のタイムを破りました。総合順位、荻原、篠沢、瀬戸、甲賀、平間選手、ここまでが A メインの選手です。疲れた。さあ、はい、今からね、決勝の組み合わせを出します。ここからもう練習はできません。スタッフの方、グリッド作成お願いします。スタッフの方、グリッド作成です。あっちのリックの下、それであったんだ。いよいよ、これ、こんな長い。